おはようございます。こんにちは。こんにちは。本人が一回も行ったことないのに、本人がリアルの時に一回も行ったことない。よだれが出ちゃった。スムさんです。お願いします、はい、めちゃくちゃ人多いですね。何これ、やばいね。日曜日だからってこと？なんでこんな渋谷ハチ公前人たまるんすかね。暇なんだね。同じやで。一員やで。とりあえずちょっとここ抜け出しましょうか。すごい。今は雨止んでますけど、結構地面も濡れてるし、ちょっと屋根あるところ宮下パーク行きましょうか。最近シーンで売られてるスニーカーがちょっとツイッターで話題になったけど、それについては知らないですか？あー、知らない。見てないんか。見てない。まあまあね、僕だってまあそんな見てないけども、ツイッターはシーンっていうファッションサイトみたいな、あのプチプラの若い子が使うプチプラサイトがあるんですけど、はい、そこで売られてるスニーカーがナイキの人気モデルにそっくりすぎるっていうんで、ちょっと話題になったんですけど、ただそっくりすぎるって言ってもどの程度なのかというか、似ちゃうことってあるかもしれないからね。たまたま。そうそう、うん、アディダスのスニーカーとかニューバランスとかもナイキと似てるデザインめちゃくちゃあるからね、うん、メゾン三原康弘とかね、そういうことだから、うん、ということで今日はシーンで購入してきたから、そのスニーカーを、はあ。実際確かめてみようかなっていう。え、だって値段は3000円とか。3000円とか4000円くらい。いいね。いいでしょ。だからお手頃価格でナイキのジョーダンの人気シリーズが買えるんだから。誰でも買えるん？誰でも買えるよ、もちろん。だからこれは今回はだからためになる動画になるから、これはね、僕の動画では珍しく、普段何のためにもならないから。そうやな。誰がそうやな、なねん。誰が1ミリもためにならない動画作ってるねんやねん。ということで、似すぎていると話題のスニーカー買ってきましたので見てみたいと思うんですけども、そのスニーカーってもう僕が買ったやつすでに売り切れてます。そっくりなモデルがいろいろあるんだけど、すぐなくなるサイトから。やましいことがあるかのように。すぐサイトからなくなるから。画像ごと消えちゃう。画像ごと消える。いや、大人気で売り切れたから消えたんですよ。やましいことがあって、うん、すぐに逃げたわけじゃないです。そういうことじゃないですから。パッと出て、うん、わーって買われて、うん、パッと売り切って、パッといなくなるから。パッと消えちゃうんだ。うん、痕跡ないからもう。で、そのシーンは海外から日本に入ってくるから。海外から送られてくるから。ちょ、常にサイトを見てないといいもの買えないね。そう、常にチェックしといた方がいい。どんどん新作がどん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 出てくるから。っていうことで出していいですか？こちらです。ドーンですよ。このパッと見のクオリティえぐくない？で、しかもトラビス。でもトラビスって、あのトラビス用になんか、ちょっと変わってるから、ここにポケットがあったりして、だから違うからね。袋開けてみるけどさ、で、しかもこれ、このまま届いたからね。箱なし。は？このジップロックみたいの入ってるけど、この状態で届いてるから。まあ、これでこのビニールがかかってるけどね。開けてみましょうか、じゃあ。面白っ！今？どうしたらいいの？お願いします。いや。ビッチビチ？よく入れたな、これ。ビッチビチ？だってもう入ってる状態で、ちょっとこういうもう横にピンと張ってるもんね、ビニールが。うん、どうやって入れたん、これ。ビッチビチに入ってる。うわー、うわー、安っぽ。これ伝わってるかわかんないけど、見た目めちゃくちゃ安っぽいね、この表面。あー、でも画像でもわかるか。めちゃくちゃ安っぽいね。ちょっとエアーのとこってどんな感じになってんだろう。いや、もどきですね、これね。穴開いてないよね。うん、もっこりしてるもんね。うわ、これ面白いね。これだってさ、本物ってエアーでこういう中がこう、ちょっと柱になってるもんね。うん。それを、なんか書いてるね。うん。書いて再現してるやん。
メイドインチャイナでしょうね。でしょうね。これはでもパッと見わかんないもんね。このクオリティはでもすごくない？これが4000円とかで買えたらめちゃくちゃすごくない？あ、そうだ。で、つぶさんこのジョーダン6を持ってきてくれたんですよね。はい。比べてみたい。つぶさんの持ってる中でジョーダン6をとりあえず持ってきてもらったんですけど。はい。僕しか持ってません。え？お？こんなのあったかな？これもシーンで買ったんちゃう？こんな6ないでしょ、だってこのデニム生地で、ブラックのデニム生地なんてないでしょ。ちょっと、ちょっとつむさん、やめてください。シーンで買ったやつと本物とを比べたいっていう企画なんですよ、うん、シーンで同じ買ったやつ持ってこられても、いや、本物どういうこと。このデニム地でブルーのそのデニムのジョーダン6ってあったけど、黒はリリースされてないですよね。ほらほら、ここカスタムしたってこと。なるほどなるほどね。びっくりした。検証の意味ないやんと思って。ああ、じゃあちょっと見てみたい。なにこれ、このギザギザさ、適当というかちょっと変えてんのかと思ったらさ、同じだ、一緒なんだ。このさ、丸も一緒やん、このクレーターの部分。うわぁ、内側のクレーターも同じや。ほんとだ、このさ、大きい部分とちっちゃい部分、うん、比率というか場所が同じ。このここだと大きいのが2個、ちっちゃいのが2個、うん、同じだもん。で、この大きいのの間にちっちゃいのが下にあるけど、こっちも同じ。再現度高いね。すごいね。すごい。ここまでそうなんだ。だ、これまでさ。ね。面白い。ね、このエアーの部分。これ、この中が柱みたいになってるんですよね。それを、それをこっち書いてあるっていうね。え、これ 28? いや、28.5。 これは28です。正式に言うとその US のサイズじゃないんで、 28.5 とかなのかもしれないから、ちょうど同じサイズですよね。このデザインがぴったり合うもん。わあ、すごいね。なるほど、ちょっとこれ持ってきてもらってよかった。逆に違う部分ってあるのかな。へこみの部分も一緒でしょ。こう合わせると、ここのその下にちょっと、こっち本物、うん、本物で、ここがちょっとくぼんでるのが、うん、このデザインのこれがちょっとこう見えるんだけど、うん、これもあるけど、うん、もうちょい、だから数ミリずれてんのはこの本物でもあるから。え、知ってんの。いや、すごいね。いや、すごいわ。一緒や。面白い、これは仮面パーティーの時につけるやつみたいなやつね、はい、こっちはレザーでできてますね、本物は、うん、レザーっぽい。あ、まあまあ合皮で。これはこっちの方が大きい。そうね、大きいね。あー、大きいね、うん、この穴の大きさも違う、まあ、うん、再現できてないの多分ここ。本物はここがボタンで取れるようになってるんですよね、うん、ここはボタンにはなってない、縫われてるね、うん、ひし形の部分もあるもんね、ジャンプ。ある。ジャンプマンがいないだけで。うん。いや、ジャンプマンなければ、ジョーダンって書かなければセーフみたいな、なんか、感じ出してるけど。いやいや、いやいやっていう。ここ穴開いてないな。ああ、このシュータンのところ、この穴が、ないね。蒸れちゃうね。上から見るとちょっとこの角度が違うけど、うん、でもこんな細かい部分を、こんな細かい違いを探すほどそっくりってことだよね。うん、おー、いや、こう見るとちょっとこう、ここの上がり方が違うけど、うん、そのぐらいの違いを見つけるしかないぐらいそっくりってことよ。すげえな、これ。ここまで似てるんだと思わなかった。あ、これ内側ね、内側。まだ作ってない。あー、なるほどね、ほんと。ここのデザインはこうあるけど、うん、うわー、惜しいね。これどうせならこっちも、ね、これでいいのにね。どうせならやってほしいよね。なんかここまで来ると逆にやってほしいと思っちゃう、うん、このこれ何に使うのか分かんない。これ角度は違うけど、うん、ちょっとブニブニしてるな。すんごい柔らかいよこれ。人が触ってるの見た瞬間でも分かったね。すごいプニプニちゃんとしてるね、これは。こんなプニプニしない。なんかどうなってるんですかね。あ、ちゃんとなんかシューキーパーみたいなのが入ってんだ。
ああ、わらばんし突っ込まれてるよりいいんじゃない、うん、かっこいいよ。ねえ、ねえ、使えそう、本当に。なんかさ、100均で売ってるさ、インソールみたいな。ああ、簡単に取れるんだ。ああ、これそうやん。100均で売ってるやつ入れてるやん。そうでしょ、これ。おい、100均で売ってるやつ入れてるでしょ、これ。ほら。っていうか、この素材なんすか、これ。なんか、見たことない。メッシュというか。こんなさ、こんなの見たことなくない？この、これ。ガーゼでもないし。なんか初めて見る素材だよね。うんうん、こんな編み方さ、見たことないやん。ない。何これ？あ、シュータンについてるやつ。うん。こっちもこれがこうついてますね。うん、これ本物の方から今撮ったけど、はい、なんか、こっちはこっちで偽物臭いんですね。なんか、段ボール入ってるやん。これ、つむさんがなんかしたわけじゃないでしょ？違う違う。なんか段ボール敷いてない？え、なにこれ？こんなになってんだ。うん、あ、意外と見てみると、そう、で、ここがカッチカチだけど、うん、ここが。こっち本物はこの中が空洞になってるから、結構こう、ちょっと押そうとするとペコペコするんですよ、ね。柔らかい。こっちはもうカッチカチで、ま、中空洞にはなってるけど、もうカッチカチっていう。あ、これがないですね。ああ、ないね。内側、外側のこの高さがちょっと、ちょっと。じゃあ違うね。でもそのぐらい検証できるぐらいそっくりなんですよね、本当に。いや、でもこれどうですか？どうですか？でもさ、ていうか、エンダースキーマとか、メゾン三原康弘とか、それがありならって感じしない？だって。エンダースキーマなんてさ、うん、それこそ全く一緒やん。え、一応聞くけど知ってはいますよね。知らない。知らない。知らない。話が進まない。知らない。エンダースキーマ知らなかった。ちょっと一旦切ります。つむさんに教えるために。すいません、失礼します。一応、他にも知らない方がいた場合にね。こっちジョーダン4で、こっちはエアフォースワン。ああ。これが、なめしの革で作られたやつなんですよね。で、このエンダースキーマは、革のオシャレブランドみたいな感じでやってるんですけど、これはありですもんね、だって。あり？いや、これは、全然ありなんですよ。ありとされてるんですよ。誰も怒ってないんだ。誰も怒ってない。はぁ、あ。これもう、そのまんま冗談こうじゃん、はあ。そういうのがありなら、何が違うのって話じゃない？これを許して、でもだからベイプスターとかさ、これを許してベイプスター許さないのちょっとわかんなくない？あ、そうだね。作ってる人の思想みたいなさ、思想によるみたいな。うん、でもそれはさ、法律には関係ないもんね。そうね。メゾン三原康弘、エンダースキーマーありなら、うん、これはありちゃうっていう。消費者目線はある。ね、って思っちゃうけどね、単純に。そこになんか敬意があるかどうかっていう、なんか多分法律に項目ないよ。敬意があればパクっていいですっていう、多分だけど、いや知らないけどね、法律そんな知らないけど、多分ないでしょ。ナイキに対して敬意を払ってればパクリ OK ですっていうことはないでしょうから、じゃないのかなって普通に単純に思っちゃうっていう。これめちゃくちゃ高級品ですからね、定価8万とかしたりするから。だし、もうこの初期にリリースされたジョーダン1とかジョーダン4とかめちゃくちゃ貴重になってるからね。ちゃんと扱われてるね。そうそうそう、だから分かんない。これももう今買えないから。そうだね。そう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 、これも今買えないからね。一時じゃ買えないから、二次流通でどうにかするしかない。どうしようかな。10万で売ったろうかな。10万で出品しようかな。バレないように。4000円。メルカリでバレないように。なんでバレないようにかはちょっとあれだけど、一応ね、YouTuber きついんで。っていうことですよね。でもこれをツイッターで、おいおいエンダースキーマいいのかよみたいなことで投稿してもバズらないですもんね。バズんない。でもこのシーンのこれは、うん、シーンなんだこれそのまんまじゃねえかって言ってバズったんで。あ
ねえ、不思議じゃない？いや、ほんと単純なミーハーな、ただ消費者の素直な意見としては不思議じゃない？エンダースキーマー自体は何なの？日本人が作ってます。はぁ、日本人の職人が最初立ち上げた確かブランドだったと思う。はぁ、まあ不思議ですね。おバカブラザーズの感想としては不思議だなっていうのがね、このおバカブラザーズのねということなんですけども、これ実はこれで終わりじゃないんですよ。実はもう一足めちゃめちゃすごいのをシーンで僕また買ってます二足買ってきました。それがこれやばこれやばいやん。なんかちょっと入り組んでて罪に罪を重ねてますああ、本当だ本当だ、やった、すげえ本物です。ああ、なってきたなってきたでしょ、だから開いちゃえば